ギボ先生2やさっさやさっさ島のおばあが大好きで3日連続ソーキそばこれぐすにしちょいを入れてあとはお好みで紅生姜いっちゃりばちょれゆいさゆいさじんとよいやさあさあじんとよつぎぼ先生おごやの皆様はですね、沖縄に来たら絶対食べてほしい沖縄ソウルフード5000紹介します、まず一気にガガガッと言っちゃいます。まず、代表的な、沖縄そば食べてください。これ一番食べてほしい。で2つ目タコライス、3つ目ステーキ、そして4つ目がぜんざいですね。そして5つ目は天ぷら、沖縄天ぷら、この5つ紹介させてください。今日は沖縄のおすすめソウルフード5選お届け紹介しましょう。ギボ先生です。まず、沖縄そばなんですけども、まあ本当にもうギボ和也、私ギボ先生そば上宮でございます。石垣島出身ですけど、沖縄本島宮古島いろんなその沖縄県内のそば食べ歩いてきました。沖縄そば美味しいですから絶対食べてほしいっていうのと、その本土と沖縄のそばの違いなんかもちょっと紹介していきましょう。沖縄そばはですね、そば粉を実は使っていませんが、そばという言い方をします。まあ、沖縄県民は昔からね、品そばとか沖縄そばという言い方をしてきたので、その成分表記の時にそばと表記してはいけないんじゃないのかっていうツッコミが入ったみたいなんですけども、まあ、沖縄ではその小麦粉をね、使ってるそばが、昔からそばという言い方をしてきたので、そば粉を使ってないけど、そばと呼んでいいですよと認められたのが、10月17日。沖縄そばの日っていうの日がね、あります。まあ、ぜひね、沖縄そば、いろんなそば屋ありますんで行ってみてください。そば屋いくつか紹介しようかな。まあ、おすすめのそば3つぐらい紹介します。まあ、本当はいっぱいあるんですけど、今日は3つぐらいね。1つ、シュレイそば。那覇市にあります。那覇市宝にあります、シュレイそば。これ私が実は昔、バイトしてたというかね。演奏でちょっとお仕事もしてたんですけど、まあ、だからではないんです。本当に美味しいんです。シュレイそば。空港からも近い。空港から本当に車でね、5分ぐらいのところにあります。シュレイそば行ってみてください。そしてじゃあもう一つ行きましょう。これは中部行きましょう。中部で、二つ目は、そうですね。いっぱいあるんだけどな。いっぱいあるけど、とりあえず浜屋そば。浜屋そばは北谷町にあります。これもね、もう地元の人絶対知ってる浜屋そば。ぜひ、行ってみてください。もう一個で北部行こうか。北部で一つ。これもね、言わずと知れた、そば。岸本そば、これは本部町にあります。非常にこちらもね、一緒についてくるそのジューシー、炊き込みご飯ですね、沖縄のジューシーなんかも、まあ、そばとセットで食べますけども、ジューシーもこの岸本そば、この美味しくて有名ですね。岸本も行ってみてください。まあ、その他にも、いっぱいあります。これ本当に別で回組みますんで、ぜひね、お待ちください。沖縄そば、ぜひ食べてください。沖縄のソウルフード。さあ、そしてタコライス、行ってみましょう。タコライスもね、もう本当にこう普段食べます。蕎麦もタコライスも、その本当にこう僕のこう DNA に入ってるような感じなので、タコライスは、そのおすすめはね、金タコ、キングタコスですね。がやっぱり有名ですけども、まあ、この映像なんか、画像なんかも出ると思いますけども、そのタコライスはね、非常にこう、なんて言うんですかね、こう、友達とこう、昼ランチに行ったり、その沖縄旅行でさ、例えばそのレンタカー走らせてると、タコライス行ってみようって感じで、行きたくなると思います。結構いろんなところにあります。その中でもやっぱこう、老舗がそのキングタコス。キングタコスも、まあ、金町というところにその本店があります。それ以外にも、宜野湾市とか、いろんなところで食べれますので行ってみてください。まあ、タコライスは何がすごいかって、そのやっぱこう、量がすごいんですね。特にこのキングタコスは、その元々そのアメリカの人たち向けにその緊張で出していたっていうのもあって、量がね、めちゃくちゃ多いです。もう男の人でもこう食べきれないぐらいの量。まあ、実際にだから行ってみてください。本当に美味しいですし、量も多いので、こう、大満足のね、沖縄のソウルフードの一つですね。タコライス。3つ目、ステーキ！イェイ！
まあ、ステーキもこれもね、沖縄の人の皆さん知ってると思いますけども、沖縄の人たち大好きですね。飲み帰りに、ラーメンじゃなくてステーキに行く。そんな県民でございます。締めのラーメンじゃなくて締めのステーキ。まあ、それぐらいぶっ飛んでるんですよ。それぐらい美味しい。もうソウルフードなんですね。ステーキだと、那覇だとジャッキーステーキハウスとか。あと、88。この辺はもう、ゲボ先生も大好きでですね。必ずこう、県外ツアーから帰ったらもうこう、家に帰る前に行くんじゃないかっていうぐらいが、その、体が欲してる沖縄のソウルフードの一つです。美味しいです。そして、まあ、一般的なね、その、まあ、価格帯もいろいろあるんですけども、安い価格帯だと、やっぱりステーキというステーキなんかはもう本当にリーズナブルに買えますし、ちょっと高めだとサムズやヘキ、っていうね、お店なんかも有名ですけども、ま、いろいろね、その時の気分や、まあ、予算に合わせていろいろ行ってみてください。ジャッキーとか88はやっぱりね、それなりにしますけど、やっぱ美味しいですし、ギボ先生もおすすめです。で、そのステーキの、そのソースも結構沖縄独特ですね。これも、知ってる人はいるかもしれません。A1 ソースというソースをかけて食べます。A1 ソースは、ステーキ屋さんに行ったら必ず置いてあるんですけども、ちょっとこう、なんて言うんですか、酸味の強いステーキソースなんですけども、もう沖縄の人たちはこれと、あとまあ塩、胡椒はもちろんですけど、いろんなものをかけたりして味を変えて楽しんでます。僕も、味変大好きなんで、まあ序盤は A1 ソース、後半塩胡椒、まあその後半、このニンニク醤油とかいろいろ味を変えて食べてます。で、その A1 ソースプラス、個人的におすすめが1個ありまして、ナンバーワンソースという、A1 ソースに似てるんですけど、ちょっと味が違うやつもあります。ナンバーワンソースは、まあ、ジャッキーステーキハウスとかにね、結構置いてるんですけど、ナンバーワンソース、A1 ソースよりもちょっと酸味の弱くて甘みの強い、マイルドな感じになったソースで、こちらも結構おすすめ。ぜひね、ナンバーワンソースもかけて食べてみてください。さあ、4つ目行きましょう。4つ目は沖縄ぜんざい。ぜんざい、これもめちゃくちゃ美味しいんです。もう沖縄の人たちはね、ぜんざいで食いに行くんですよ。お腹空いたら、おやつ代わりに。沖縄ぜんざいの特徴なんですけども、まあ、沖縄ぜんざいね、食べたことない方もいると思うので、その特徴からまず紹介しましょう。材料に、小豆ではなく、金時豆を使っています。そして金時豆を黒糖と一緒に甘く煮込んでおります。そして、かき氷と一緒になっていることが多いですね。沖縄はやっぱ暑いので、夏。ご飯食べた後にコーヒー行こう、お茶行こうじゃなくてかき氷行こうなんですよ。これわかるかな、この気持ち。でも沖縄にね、来たらね、そういう気持ちになります。特にね、この夏が長いですから、その、気持ち的にね、こうちょっとこう、アイスクリームもいいですけど、こう、ぜんざい行こうってなるんですよね。で、その、白玉が基本だが、押し麦などが入っていることもあります。値段は250円から500円ぐらいと、非常にこう、リーズナブルに食べれます。沖縄ぜんざい食べてみてください。めちゃくちゃ美味しいですし、もう地元の人たちはね、ランチとかしたり、した後に、ちょっとぜんざい行こうって感じになります。有名なぜんざい屋さんだと、藤屋ぜんざい、そして、元部町にある荒垣ぜんざいなどはおすすめでございます。木戸先生のおすすめ、荒垣ぜんざい。藤屋も美味しいですね。さあ、5つ目、天ぷら。沖縄の天ぷら。天ぷらを紹介しましょう。まあ、これもですね、非常にこう沖縄でポピュラー。そして、まあ、その、なんて言うんですかね、ご飯、ザ、ご飯っていう感じでも食べますし、居酒屋のメニューとかにも天ぷらありますけども、そもそも、本土の天ぷらと全然違うんですね。何が違うというと、まあ、その、紹介しましょう。沖縄の天ぷらと本土の天ぷらの違いは、本土の天ぷらは、カリッ、そしてサクサクとした、薄い衣が美味しさの特徴ですけども、沖縄天ぷらは、卵をたっぷり使用しており、ぽってりとした、分厚い衣が最大の特徴なんですね。全然違います。ちょっとこう、ふわふわしてるというかね、もちっとした感じ。まあ、本土だと、その天ぷらの醍醐味は、このサクサクカリカリっていう感じなんですけど、沖縄の天ぷらは、逆にその、カリカリサクサクっていう感じはないんですけど、それを楽しむというよりは、このもっちりした感じを楽しむ。そして、本土の天ぷらを食べる場合は、調味料に天つゆもしくは塩を用いて召し上がることが多いですが、沖縄は一般的に天つゆも塩も使いません。調理の段階で塩を混ぜるので、そのまま食べても十分味がするんですね。そして、調味料をかける場合は、醤油かと思いきやウスターソース。ソースをかけて食べる人が多いです。ソースがまたね、ちょっと美味しいですから、ぜひね、沖縄に来たらこのソースもかけて食べてみてください。そして、その天ぷらの位置づけですけども、沖縄ではおやつ感覚で、結構カジュアルに食べる人が多いですね。3時のおやつで学校後の部活帰り、そして、夕飯までの間食などに、食べることが多いですね。そんな感じで結構、小腹空いたから天ぷら食べるみたいな感じで行ったりもします。天ぷら、全然沖縄のやつはまた本土のやつも違いますし、衝撃の、食感というか、
普通の天ぷらと思って食べると衝撃ですし、まあでもそれでも全然そういうものとして美味しく成立してますんで、ぜひね、沖縄の天ぷら食べてみてください。まあおすすめのスポットとしては、その大島、大島っていう離島があるんですけど、天ぷらは有名ですし、まあその有名なその天ぷらさんで言うと、上山天ぷらなんかも有名ですので、上山天ぷら、そして大島、ちょっとね、レンタカーで大島島に行った時に天ぷら食べてみてください。沖縄の天ぷら、ソウルフード、紹介しました。はい、今日は沖縄のソウルフード5選紹介してみました。まあ、これ以外にもいっぱいあるんですけども、まあ、ギモさんでとりあえず、これはもう絶対食べてほしいっていう5つをね、紹介しました。なんていうんですか、場所に行ったりして、そのロケーションを見ながら食べる。いいですね。ぜひ沖縄に来たらね、沖縄のソウルフード食べてみてください。ギモ先生でした。また来週！